あの、パラプンテ、J リーグサッカーチャンネルです。ということで、今回残留争い脱却へ、フロントアーレ、そしてヴェルディのプレビューですね。まあ、プレビューというほど、えー、大した話はしませんけどね。やります。よろしくお願いいたしますと。と いうことで、さあ、えー、ほんと、不審脱出で、えー、川崎フロンターレ、そして、えー、もう一個上というベルディには、えー、なってきます。まあ、両者、もやっとするゲーム展開が多くて、まあ、特にベルディの方がもやっとする展開が多いかなという感じが、えー、します。まあ、もう少し守ることが最後できれば、もうちょっと勝ち点が増えていたんじゃないかみたいな話はベルディの中間評価みたいな動画でやってますんで、よかったらね、そちらもよろしくお願いいたしますというところにはなってきます。 でフロンターレはすっきりしないとかそういうレベルじゃなくてなんでっていうところにはなってきます、まあ、正直ね、ね、まあ、フロンターレ選手の質だけ見れば全然他のクラブには踊ってませんし何な,なら僕は今年ね、ね優勝あ順位予想か順位予想では4位とか5位とかに上げていたフロンターレなんですけどもやっぱね、別の動画でも話しましたけど右サイドバックの問題とかがやっぱを引きずって結局ね、ねその選手をそこで使わ ザルをななななくなってでも本職じゃいいよねみたとところとかまあなんかサイドバック右だけじゃないかな左もちょっとね怪我人の影響とかもあって難しい運用を強いられてるイメージあるフロンタインでございますけどさあ、えー、まず、えー、復活とか、えー、躍進の、えー、手明かりつかむことができるのはどっちかというところでございましょうかねということでやっていきましょうかねまずこちら。 まず J1 順位表というところでこれが、えー、今シーズンの最新設を終えた時点での、えー、順位表にはなってきますが、まあ、順位表的には見ての通りですね。もり、えー、同じようなところにいると。 いう両チームにはなってきますます、あ、逆に言うとまあ、ひっくり返すチャンスがあるフロンターレそしてねこの16位ってところ本当残留争い圏内でいうとギリギリのところにはなってきますんでそことの差を離したいベルディですまあ、ベルディの方がな本当勝ち点はね稼いでおりますんでまあ両者ね、ねこの試合で何かきっかけを作りたいんじゃないかというところでございましょうね。でこちら 直近5試合等を見ていきます。フロンターレが、ね、だからまあ16位で勝ち点7とか、そこら辺はさっき話をしましたが、やっぱ得点力不足ですよね。あの固め打ちしてるイメージしかないというか、ね、まあ、下の方を見て分かる通り、3試合連続で無得点なんですよねで。その前の FC 東京戦で3点取ってます。でその前の前の前ぐらいかな、えー、ジュビロ岩田戦でも4点取って、まあ、負けはしましたけど、4点取ったゲームが。 あったんで、まあ、10点中の7得点に関しては2試合で取ったものというところでこれがもうちょっと、ね、コンスタントに点が入ればなーってところにはなってきます固め打ち感が、ね、この10得点はあるというところですねでベルディは逆に、まあ、得点数はまあフロンターレよりも上の12得点で、まあ、得点差的には2位しか変わらないですよね得点差的には2位しか変わらないんですけども右の,、ね、この直近5試合のところ見て分かる通り 5試合中4試合でね複数得点を決めているんですよね。ってところでいうとベルディーはえばコンスタントに点を取ることができるむしろこっちの方がちょっと理想的かなっていうのね感じるところにはなってきます。まあ、似たような得点数なんだけどちょっと内訳がね違うと、えー、いったところでしょうかね。ってところでフロントアレは直近5試合が1勝1分けの3敗で3試合連続で、えー、得点がないだからまあサッカーって基本的には相手を無失点に抑えれば、えーね、勝ち点値を得ることができる スポーツなんだけど、まあ、勝ち点3を取るには1点を最低必要な、ね、スポーツにはなります。ってところで言うとフロントアレが3試合連続無,無得点というところを誰が想像したかと。 いうところと最小失点には抑えてる無失点は最小失点には抑えてるだけにね、中どころでしょうかね。本当ね、うん守備陣はねやっぱ怪我人も多くて難しい運用ではあるんですけども、ただまあ奮闘はしているというところでしょうかね。まさかフロントアレが守備よりも攻撃のところでね課題を抱える時代が来るとはなっていう感じもします。まあやっぱ昔はねマギヌンとかねえーねジュンとかいた時はね得点は取るけど五点取るあっ逆か、えー、それこそ。 岩田線みたいいななねままあそこまではないかなただまあ3点取って3点取れるとかねなんかそんな時代もありましたけどもねまああのフロンターレがこんだけ得点力不足に苦しむ時代がね来るのかなーってのはちょっとね信じ難いものがあるというところでしょう。でベルディは直近5試合は1勝4のけこれもこれでねもうサッカー中のは大体2点取れば勝てるんですよね <laughs> うんね大体サッカー中のは2点取れば勝てるスポーツなんですけどこっちはこっちでね複数失点が5試合中3試合あるというところでね 本当、ね、サッカーって複数得点取れば大体変わってるスポーツにはなってくるんでね、まあ、逆にフロンターレが、ね、な複数得点取っていればまあえ全部勝っているか負けていないというところにはなるんで、まあ、なかなか難しいところ両者微妙にこう課題を抱えているというところにはえなってきますけどもただ、ベルディもまあ現在8試合から8試合終えた時点で、えー、と6試合で勝ち点を得てますよね。えー、ベルディののの特徴の人としてはは順位的にはね下の方に下方 なる一方で、でもこのね直近5試合の表を見てわかる通り、しっかり毎試合勝ち点を得ることができてる。まあ 安定して勝ち点を取ることができていますので、まあ、1ヶ月間、ね、負けがない、えーとね、今見て裏で見てますけども、ね、3月16日の新潟戦か,、えー、から5試合連続か、だからちょうど5試合か,、えー、そうか出すもくそもなかったなそうだから今現在、ね、5試合連続で、えーね、勝ち点を得ることができていてトータルで見ても8試合中6試合で、えー、勝ち点を得ているということを考えれば、まあ、残留というところは、ね、今のところは全然あると。 ところでっていうのも残留にはやっぱ平均価値の1ですよね、試合数イコールえ勝ち点が必要になるという、まあ、毎年のボーダーラインがありますんで、まあ、平均価値の1はこのままいけば超えると思いますんで、ね、ヴ、ま、ェ、あ、ルディからしたら、まあ、残留というのが1つ目標になるって考えれば、全然悪いスタートではないし、まあ、むしろ5試合連続で昇格したクラブがね、 勝ち点を得ているというところは非常にい,い傾向にあるんじゃないかといったところでしょうただやっぱ、ベルディの課題としては後半60分65分以降ちょっとね落ちるみたいなところがあって本当試合終盤の失点さえなければねっていうところが多いんでそこだからね、まあ選手交代とかの人で解決するのかまあ、戦術的なところで解決をしていくのかといったところでございましょうかね。はいでこちら これが前回、選抜メンバーにはなってきます。まあ、前回、だから FC 東京戦2点リード、数的優位の状態から遠藤選手に決まて同点という結果に終わりました。で、今回からオリンピック組が、ね、いなくなるという両者にはなってきますが、影響が大きいのは、やっぱりフロンターレよりも、ね、明らかにベルディですよね。まあ、ソメノがいなくなるっていうのもそうですし、でやっぱ山田選手も、ね、ウィングの山田選手も、ね、フーキ選手もいなくなるというとこなんで、まあ、ちょっとオリンピック組がいなくなるベルディ、 がどういうメンバーで来るかまあねえ今、ーまあ、木村選手は先発でしょうし山田動き選手が先発の可能性もあるかな中 ところでちょっとこ,こからね染めのまあ大砲染めのがま23週間ぐらいいなくなりますのでそこの穴をどうやって埋めるかというところが1つ鍵にはなってきそうですしただ、さっき言ったねやっぱり守備のところに課題抱えているヴェルディなんとか得点力で勝ち点を得ているというところなんでまあ染めのがいなくなってで失点だけ増えてもね意味がないというかそこから落ちる可能性はあるんでまあ逆に染めのがいない分だけ守備の意識が高まる可能性はありますよね。まあ まあ得点っていうのを染のがいなくなった分、取るのが難しくなると考えれば、やっぱり守備のところに重きを置いて、最低勝ち点1でもみたいなところで、逆に守備の改善、染野がいないからこそ守備の意識が高まって、長い目で見たときにねまあ染のがいない間に守備の意識が強まって、そこで勝てるようになったみたいなことをまあ考えられるかなというのはちょっと感じますけどね。 フロンターレ451、最近451ですね、僕いつも思うんですけど、451と4213の違いってあんまりこう分かってなくてね、マリノスとかは4213ですよね、あれだからね。まあ、これは監督のなんかね、あれの発言からそうしてるのか、それともバンキシャさんの。 あ,あれなのかわかりませんし、414とかもね、4 1 4四と433ってどう違うんだみたいなところなんか僕はね、思ったりとかしますけども、まあ一応表記4231の表記が多いんで、これにしますが、実質まあ4213みたいな形と考えてもいいのかなっていうのはね、 あります、まあ、ダブルブランチにしてアンカーキを埋めましょうというところでしょうけどもただ、やっぱサイドバックが本職じゃない両サイドバックともね瀬川、セガは立花どっちとも、ね、そこじゃないし、まあ、立花においてはそこじゃない方が力を発揮できる。 選手なんで、まあ、サイドバッ立ち花田をそこで使わざるを得ないっていうところが、ちょっと中盤のところにもね、影響が出たりとかするのかなとかね、なんか思うところもあって、まあ、瀬川も立ち花田もどこでもできる選手なんだけども、ただやっぱサーブポジション感は否めないんでね、えー、今後どうなるかというところでしょうね、まあ、佐々木選手に関しては、大学時代はセンターバックとして、確かベストイレブンか、MVP か、なんか取ってましたよね、それぐらいはセンターバックの適性もある選手ですけど、プロ入ってからセンターバック起用って、 ほとんどなかったねここからでどういうふうな進化を遂げるかといったところでしょうかね。だから本当は佐々木選手もサイドバックとして使っていきたいとか、まあ、いろいろあるかもしれませんけどもね。一応これが前回の先発メンバーといったところですね。でこちら えー、両者、数字の話にはなきますます、あ、チャンス構築ですね、まあ、フロンターレね、ねやっぱこの数年間ねこうやってプレビューとかしていく中で毎試合、フロンターレの数字とかもね見て紹介してきましたがやっぱり寂しいですよね、あんだけ強かったフロンターレがこんだけ数字が落ちるというところはねまあ、たチャンス構築率自体は8位なんでまあ、得点力不足に陥るほどチャンスが作れていないわけではないしまあ シュートをつことができているんでね、例えば成功率が低いというところでしょう、逆にベルディはシュートの本数はそんな多くないけど、やっぱ決めきるところは決めきっているみたいな数字ですよね、でまあ、守備の数字に関しては、非チャンスコーチクズはフロンターレは3位で、まあ、シュートも打たせていないんだけど、例えば、ふとした瞬間のちょっとねまあ、穴使えてみた失点もねあるというところでしょう、でまあ、ベルディは CI 終盤の失点中のどう減らすかというのがね課題にはなってきそうですけどもね。はい んで、こちら。まあ、それ以外の2つと。 いうとこでまあフロンターレも3 0ル内進入回数は2位でエリア内進入回数の5位なんでやっぱゴール近くではねプレーすることができてインターセフトの3位なんでまあ正直順位的にはねあんな下にいるようなクラブではない数字はありますので本当決めきるところを決めて守るべきところを守るみたいなまあフロンターレであればこれまでできてきたところはね今できていないのかなっていうのは感じます、まあ、サッカーは内容競礎スポーツじゃなくてどんだけ点取るかのスポーツ勝ち負けってところなんでね 得点というところが一つね、サッカーの一つね、まあ、上に行くための条件にはなってきます。その条件は揃っているような感じがするんだけれども、まあ、条件というか、まあ、条件じゃないかなうん。得点取るための条件を揃ってるんだけれども、だから得点を決めきれていないという、ね、もどかしさがあるんじゃないかという感じでしょうかね。で、ヴェルディは一応こんな感じの数字というところですね。で、こちら。 ってところ今回注目選手はやっぱ脇坂選手とベルディはまあ染野がいない間頑張ることができるかどうか木村選手まあ木村選手も,でも世代的にはねパリオリンピック世代の選手ですよね、2月28日って微妙だ、多分大丈夫か <laughs> ってところですけどもねまあそういうところでまあ年が近い染野がいなくなっていないというところで木村選手の雰囲気、期待というか注目というかそこはね頑張ってほしいというところですよね。 やっぱフロンターレの歴史を最近知るところに脇坂選手がどんだけねまあ、もう一回フロンターレを浮上させることができるかどうか、まあ、背番号14なんでね、まあ、この背番号14がやっぱフロンターレの歴史を紡いできてで今ちょっと苦しい時にいますんでここをもう一踏ん張り新しい歴史をこの脇坂選手が作ることができるかどうかといったところでしょうかではいってところチャンネルでございます。よかった